ぱり練習はきついです、しんどいですけど、やっぱり自分のためになってると思って頑張ってます。充実をしている。そうですね、はい。やっぱり課題は走塁面と守備面をやっぱり意識して練習取り組んでます。そうですね、守備だったらやっぱりチャージをもっと速くしたり、走塁面だったらもっと走塁をうまく、それを意識してサブグラウンドで練習してます。そうですね、幼いコーチとか小川コーチもよく自分に話しかけてくれて、いろいろ教えてくれるんで、それは本当にありがたいです。このコーチキャンプでしっかり、総攻守全部鍛えて、来年は一軍で活躍している姿を見せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。